日本人の平均寿命、男性81歳、女性87歳。さて、あなた様は今おいくつでいらっしゃいますか？40代、50代、それとも60代でいらっしゃいますか？20代、30代の皆さんはまだずっと先のお話にお感じになると思いますが、50代を超えてふっと考えてしまう。自分はあと何年生きることができるんだろう。僕の場合ですと今55歳ですから、平均寿命からすればあと26年、人生の消化率で言えば 68%、 残り日数で言えばあと9490日、そしてバイクと走ることができる時間はあとどのくらいだろうか。そんなことをふと考えると、一日たりとも無駄にはできない。大切に過ごしたい。バイクに再び乗らなかったら、多分そんなことなんて思いもつかずに、変わらない毎日を、ただ生活のために仕事に通っていたと思います。バイクが思い出してくれた夢を持って生きるということ、それは年齢には関係がなかった。あなたはもう忘れてしまいましたか？それとも夢というもの、年齢を重ねていくと同時に反比例して、夢はその規模が小さくなる傾向がある。子供の頃の夢は警察官、レーサー、就職が近づいてくると電車の運転手。どの夢も叶わなかったというより追いかけなかった。普通の会社に入社し、出世したいという気持ちも少し湧いた。そしてそれはある程度そうなった。でもそれは夢ではなく、ただの目標。出世したからといって何が変わるわけでもなく、いつも通りの毎日を過ごしていた。仕事に依存して仕事中心の毎日。それをダメなことだと否定する気はない。僕にとっては憧れの職業ではなかったとしても、その職業に憧れて夢を持って働いている仲間がいる。だから職場では集中して働く、それでいいと思っていた。50歳になるまでは夢なんて忘れて流れのままに生きてきた。休日はショッピングセンターに買い物に行ったり、家でゆっくり過ごしたり、明日の仕事に響かないようにと早めに眠りについたり、記憶には何も残らないまま一日が過ぎていく。52歳でバイクを再び買いました。ネットでポチったスーパーボルドール君、彼にまたがって走り出した時、まずい、時間がない、そう思うようになってしまったんです。もっとバイクを楽しみたい。バイクを楽しむという夢、その夢を叶えるには残された時間はあまりにも短い。僕にとってのバイクの楽しみはバイクとの一体感、阿吽の呼吸で二人でどこまでも笑顔で走っていく。そしてバイクを降りる日が来れば、楽しかった、ありがとうと優しくバイクの頭を撫でてやる。僕の夢はそんな姿を皆さんに晒しながらも、安全なバイク社会づくりに微力ながらでも貢献すること。37年間のサラリーマン生活を経て、子供の頃に描いていた目標ではなく夢というもの、52歳にしてようやく思い出しました。はい、そんなわけで今はその夢を抱えて毎日を過ごしています。そして夢を持った人間というのは、やはり行動的、能動的に自然となっていくわけです。例えば昔からご覧いただいているご視聴者様はもうご存知でいらっしゃいますけども、僕52歳にしてスポーツライディングというジムカーナの入門みたいな講習にずっと通ってるんですね。めんどくさがりだった自分には考えられない継続性です。ただこれ本当にツーリングだけで十分楽しいとおっしゃる方も含めて、全てのバイク乗りの方にぜひ一度体験していただきたいんですよね。すごいようですけど、バイクの正しいコントロールの仕方を身につけることって我流ではやっぱりなかなか身につかないですし、時間もかかります。バイクが思い通りに制御できるようになることによって、皆さんのバイクの目が開きます。いつも走っている道をまるでバイクと二人で走っているような一体感を感じることになります。こればかりは動画でお伝えできないので信じてもらうしかないんですが、本当です。そしてこれが一番大事なんですが、スキルを上げて制御ができるということは何より安全運転につながるんです。こういったスクールでは急ブレーキの練習をします。片手運転の練習もたまにやります。落下物の回避はパイロンスラロームが役に立ちます。人生で1回でも結構ですから、一度受講してみてください。いかに走れないかということが実感できると思います。
クールはどこでもいいと思いますが、予約が一番分かりやすいホンダ系のライディングスクールはいかがでしょうか。全国に4拠点ありますので、人生でぜひ一度体験なさってみてください。ちなみに僕もたまにいますけど、絶対分からないと思います。はい、今まで楽しかったツーリング、本当に楽しくなるのはちょっとした運転技術を少しでも身につけてからです。もっと楽しく走ることができる、知らなかった世界がある、そんな夢を描いてみませんか。人生は一度きり、残された時間、バイク好きのあなたならどうしますか。もったいないという言葉を僕は自分に都合よく使っています。例えば先日お届けしたパフォーマンスダンパーの件、再生回数もすごく多くて、多くのライダーさんがご興味があるカスタムパーツやってんなということが分かりました。ところがです、パフォーマンスダンパーをつけてらっしゃるバイクを未だにお見かけしたことがない、つまり皆さん興味はあるけど購入には至っていなかった。ほんまに効果があるんか、これ高いし。ところが僕の場合は、これほんまに効果あるんやったら試してみな、もったいない、よし買おうとなるわけです。そして結果としては大正解、本当に走りが変わりました。バイクに関しては自分が気になったものはあまりレビューなどは見ずに買います。まあ買ってしまった後でレビュー見るんですけどね。たとえ買って失敗してもいいんです。バイクに関しては気になったものは他のものを節約してでも買って試してみる。どうしようかな、ちょっともったいないかな、また今度にしようか、その今度は二度とやってこない。中高年ライダーにとってバイクと過ごす残された時間はあまりない。その貴重な時間を我慢したり、何か気にかかったまま走る、それこそもったいない。もしあなた様がマフラーなどにご興味がおありで、気になったマフラーがあるのであれば、僕は一日も早く交換なさることをお勧めします。年をとっても夢を持ち続けるということ、そうすれば人生最後まで笑顔で過ごせる気がします。人生は一度きり、そして僕たちにはもうあまり時間がない。そのことに気づいた方から動いてください。